リチャード・ビカーズ・ボイルはアイルランド生まれのイギリスの土木技術者。主に鉄道建設の分野で活動した。インドに滞在した時期にインド大反乱に遭遇し、その鎮圧に協力。親とい外国人として日本にも滞在した。1822年3月14日、ダブリンのビカーズ・アームストロング・ボイルの三男として同志に生まれた。 ビカーズ・ボイルは17世紀に北アイルランドに移住したエアシャー・シューケルバーンのボイルやケス筋の末裔である。母は同志デビット・コートニーの長女ソフィア。私立学校を卒業し、三角法によるアイルランドの測量に2年間従事した後、チャールズ・ブラッカー・ビグノルズに指示した。契約満了後、アイルランドの鉄道敷設に携わった。当初は、 ウィリアム・ダーガンの助手として、ベルファスト・アーマー線、ダブリンド・ドロヘダ線に投入された。1845年、ジョン・ベンジャミン・マクニール卿の下で、グレート・サザン鉄道、グレート・ノーザン鉄道の調査及び一部付設を行い、1846年から1847年に、かけて、ロングフォード・スライン号線の主任技術者に就任した。1852年秋、 ジョージ・ウィラビー・ヘマンズの主任助手として、スペインで、鉄道、水道の不設に当たった。1853年、東インド鉄道の県技術者に任命された。当初パトナに駐在し、そこから、アラー、シャハーバードに派遣された。インド大反乱勃発の際に名誉ある活躍を果たす。1857年7月末になる頃、 アラーから約4 0トル離れたダナプールの宿営地にいた地元兵が反乱を起こし脱走す,すると、ボイルは自宅と同じ敷地にあった2階建て1.5坪の一軒家宮を要塞化し、反乱に耐えるため食料を供給した。7月26日には、ヨーロッパ人16名、宿京都約5名がここに避難したが、翌朝反乱軍が村側を渡り、アラーを占拠し、家も包囲された。 しかし、宿京都等の勇気と忠誠に支えられ、住民等は8月2日まで約3000人を相手に家を守り切ることに成功し、同日ブクサールからヴィンセントや少佐率いる援軍が接近すると反乱軍は撤退し、家は包囲から解放された。その結果、ボイルはエア軍の左官に任命され、通信や橋の復旧に従事することとなった。数日後、馬に切られ、 仕事を行えなくなる。一応の回復を見ると、コルカタに召喚されたが、蒸気船、リバーバード号でガンジス川を下る途中、シュンドルボンで座礁した。療養のためペナン、シンガポールへ船旅に出た後、1858年初頭に、アラーに戻った。かかる働きに対し、暴動勲章とアラー近くの土地を与えられた。1868年、インド鉄道会社を離れ、 インド公共事業局の一級議官になるが、間もなく、個人的事情により、イングランドに呼び戻された。1869年、インドの星勲章を除勲された。この間、1854年1月10日に、イギリス土木学会の循会員、1860年2月14日に、正規会員となった。1872年から1877年までは、 日本の関節鉄道の建築市長として日本に滞在した。イギリス人女子等と共に日本に広大な鉄道システムを築き上げ、110km 余りの鉄道網を完成、運行可能な状態にした。ボイルは政府の命で東西料系を結ぶ幹線としての中線道幹線の調査を行い、中線道への敷設を前提とした報告を提出している。 1874年には、イギリス電気学会に加入した。離日後の1882年、イギリス土木学会に、日本の六号川橋梁に関して、論文を発表している。1877年、職業上の業務から引退すると、直ちに多くの日々を旅行で過ごすようになった。1908年1月3日、ハイドパークスタンホープテラス3番地で死去。 ケンサルグリーンに葬られた。1853年、ディエップの W ハックの娘、エレノール・アンヌと結婚し、一人息子を設けるも、養成している。ありがとうございます。